So, da bin ich wieder. Bibi. Gehen wir erstmal kurz sicherheitshalber mal speichern. Das Hochladen backt wieder. Ja, hahaha. So, das ist der Port von dahin. Okay. Komme ich schneller wieder hier hin, wenn ich in den Dungeon gehe. Ich kann sagen, wenn ich den Port nicht nehme. Alter. Die Dungeons werden immer größer. Ist doch schön. Hör auf, ey. Oh. Finde ich gut. Das Problem ist, ja, jetzt ist das schon ein Labyrinth. Oh. Ja, gut. Ich habe einen guten Orientierungssinn. Bei mir ist das kein Problem. Ja, ich auch. Du hast ja die Karte und alles. Aber du weißt halt nicht, zu welchem Punkt du als erstes musst, um damit die Tür öffnen kannst und. Ach so, ich glaube, dass der Dungeon ist da ganz oben. Da komme ich natürlich niemals hin. Okay. Du hast doch, hast du jetzt schon von diesem Apparat da gehört, in dem Gebiet, wo du bist? Ja, das haben sie ganz am Anfang gesagt. Ich war jetzt gerade in der ersten Dungeon drin. Genau, was glaubst du, was das Apparat macht? Ja, dass ich wieder höher fliegen kann. Bingo. Ich war jetzt auch schon bei dem Apparat, aber ja, ich sag nur, das heißt, das Ding funktioniert. Thank you.
wieder in Agils Shop. Oh, Seven, また来てるんだな。さながらアイドル御用達の隠れ家ってところか。そうかもね。でも確かにアイドルは普段チヤホヤされてるように見えるかもしれないけど、あれって親が子供を甘やかすのとは全然違うのよ。ごっこ遊びなんだから。ごっこ遊び？うん、チヤホヤされる側とする側で互いに理解し合って演じてるの。本心から私と結婚したいとか自分のものにしたいって思ってるクラスタなんていないんだから。そうなのか。俺はアイドルにハマったことはないけど、そう思ってる人だっているんじゃないのか。もちろんゼロとは言わないけど、大多数がごっこ遊びだと思ってる。だからってそれをバカにしてるわけじゃないわ。みんなあの空間、あの場所に浸ろうと努力して演じられるからこそ、本当に心から一つになれるな。それって純粋でとても気高いものなのよ。だって音楽買ったりイベントに行くのってお金がかかるでしょ。楽しもうと努力しない人はいないわ。だからそれはとても前向きな努力なの。それを私は信じてる。楽しもうとする努力。あ、今キリト君笑ったでしょ。どうして？あ、ごめんだって今すごく教わった感じがしたからさ。俺もまだまだだなって思ったの。なんだか子供扱いされてる気がする。してないよ。キリト君の心の内を聞かせてくれたら許してあげないこともないわよ。そうだな。俺ももっとこの VRMMO の世界を楽しむ。ゲームってのはそもそも単純明快で未知に溢れててもっとワクワクするもんだったよな。うん、そうね。それがゲームの醍醐味ってやつよ。あら、今日はどうしたの？いつでもいらっしゃいね。Oh, was ist das für ein hässliches Kind? Oh mein Gott, ein typischer SAO-Gegner. Da haben sie sich nicht viel einfallen lassen, Barbara, die Bossen. と思ったわ。俺に何か用があったのか。息抜きついでにキリト君と話したいなって思ったの。そうか。ほら早く座って。またシャムロックのみんなが探しに来ちゃうかもしれないでしょ。ああ。ねえねえキリト君。なんだセブン。キリト君って OSS 持ってる？いや、持ってないよ。そうなんだ。なんで？今スバルトエリアの攻略が最優先だからな。OSS を習得する時間がないんだよ。正直なところオリジナル技を作ってみたいと思ってるんだけどな。それじゃあ新エリアの攻略は私たちに任せてOSS を習得してみたら？そういうわけにもいかないさ。そっか、キリト君の OSS 欲しかったんだけどな。
君たちに頼みがあるんだ。町に住む若者が氷山の島の東にある遺跡に行くと言ってから戻ってこないんだ。様子を見に行ってもらえないだろうか。これって何かのクエスト進行のフラグが立ったってことかな。重要なクエストかもしれないから。うっ、そうだな。俺たちが様子を見に行ってくるよ。ありがとう。遺跡の扉はこの鍵で開く。もし扉が閉まっているようだったら。Ah, jetzt habe ich den Schlüssel erhalten. Diese Türe öffnet sich. Hier sind zwei Kisten. Makasete kure. この鍵を使えば扉が開くはずだ。やった、これで遺跡の。これで決めてやる。なんかまた一段と腕を上げたみたいだね、キリト君。この
強いな、キリト君は。これで決めてやる。この先に進むとボスがいる。このままボスに挑もう。わかったわ。頑張ろうね。みんな準備はいいか。行くぞ。見て。これで決めてやる。このくらいなら大丈夫。We'll let you stand for never. Nana! これで決めてやる。さて、どう戦うかな。キルト君、キルト君、帰れ。サンキューな。奥の扉が開いた。Ah, hier kann man fliegen in der Arena. Okay.助けに来てくれてありがとう。さっきのモンスターのせいでここから出られなかったんだ。僕も冒険者になりたかったんだけど、まだ早かったみたいだ。もっと力をつけてからまた挑戦するよ。そうだ、この部屋に書物があったんだけど、僕には必要ないから君たちにあげるよ。ああ、ありがとう。僕は先に戻っているね。君たちの冒険がうまくいくことを願ってるよ。なあ、ゲート、das ist mein Boss。ねえねえ、キリト君、それには何が書いてあるの？今読んでみるよ。島の中央にあった装置について書かれてるな。高度制限を解除するには、あの装置を何とかする必要があるみたいだ。やっぱりそうだったんだ。おい、この奥にも部屋があるぞ。あれ？これた、このクエ結構なんだか期待外れ。おかしいな。こういうクエストは初回クリ。ああ、
ここのクエストもすでに攻略。まあ仕方ないわね。勢力もランクも違いすぎるよ。私らとあの巨大ギルド、シャムロックとじゃ。私たちみたいな小さなパーティーはどうしても不利になりますよね。私たちって別にギルド作ってるわけでもないしね。どう、キルト、今からでもギルド作って他に仲間も集めて。それとも今更だけど、それぞれが自分たちの所属する種族に、そっちの方が本来の ALO の遊び方として正しい。あ、まあみんながそうしたいのなら止めないけどさ、うん、やっぱり嫌だ、やめてくれ。俺はどうしてもというならギルドくらい作ってもいいけど。やだな、冗談だってば、キリト。そんな顔しないでもいいって。キリトがギルド嫌いなのは知ってるからさ。なんだ脅かすなよ。キリトのそんな顔見られて。私たちは今までのペースで。はい、シャムロックに勝てなくてもこうやってみんなで仲良く遊べれば。リズベット、シリカ、そろそろ行こっか。 So, dann mal wieder raus hier. Makasete kure. Rain ka? Kyō. Ah, um. Ojama datta kashira? Iya, betsu ni kamawa nai kedo sa. Nanda ka anata.もはやストーカーとは呼べない距離感ね。これじゃただのパーティーメンバー、ただのお友達です。そう言ってもらえるとなんだか嬉しいな。それでどうしたんだ。あ、うん、結局あなたたちが最近のクエストの報酬を取り逃してるのって、あのシャムロックに先手を取られてることが原因が大半が。そうだな。 VRMMO のギルド間競争はやっぱり頭数が、あれだけの大規模ギルドを相手に出し抜くのはなかなか難しいよ。それにあの人たち常にレイドクラスの人数で。そうだな、そもそもの人数が違うからな。じゃあここは一つレインちゃんが協力しちゃおうじゃないの。え、最近キリト君たちに同行させてもらってるおかげでレアな素材やアイテムをいろいろとゲットできてるからね。これはほんのお礼だよ。何をするつもりなんですか。シャムロックの次の動きを調べて彼らよりも早く動くという数、向こうが頭数に物を言わせてるならこっちはそれを予測するしかないでしょ。予測って簡単に言っても。うん、レインちゃんにお任せあれ。今度連絡するから。おいおい、俺はまだお前の連絡先を知らないぞ。そうだね。じゃあ、あなた何モジモジしながら赤くなってるのよ。だってそのこれってなんだか本当に友達。俺たちはもう友達だろ。私もそうだと思ってますよ。こういう時に躊躇もなく言えちゃうキリトもすごいと思うけど、私も友達だって思ってた。
せてくれ。やっと町に戻ってきましたね。私も一緒についてきちゃってよかったのかな。もうまだそんなこと言ってるの。フレンド登録したんだし気を使う必要なんてないわよ。そっか。ところでレイン、ずっと気になってたんだけど、もしかして二刀流なのか。あ、ううん、ちょっと違うよ。それに英雄キリト君ほどの力はないよ。そうなのか。でもゲーム君は2本の剣を装備してるから。そうだね。そうか。まあ普通は軽々しく自分のスキルにつき。それじゃあ私はここで失礼するね。シャムロックの動きが分かったらキリト君に連絡すれば。ああ、よろしく。それとこれからは冒険にも一緒に行ってもらうから。了解。それじゃあね。Dann tun wir nicht spoilern. Lane, so, als wir mit uns zusammen handeln, glaube ich. Zumindest kommt nur der Abspann. Keine Ahnung, ob es danach weitergeht. Ah, vorhin haben wir die Leute der Quest geholfen. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist ein Lebensretter. Ich werde diese Ehre nicht vergessen. Na, wie soll ich das machen?そんな残念そうな顔しないの。無事にこの人も町に戻ってくること。そうですね。それに中央の島にあった装置のヒントもゲットで。まあそうだよな。さて今日は一旦ここでログアウトしよう。そうですね。じゃあここで解散にしましょうか。キリト、レインから連絡があったら教えてね。わかった。みんな、レインから連絡があった。シャムロックは明日レアなクエストを攻略するらしい。これもクリア人数に制限がある価値の高い限定クエストだ。俺たちで先行して今日中に押さえておきたい。それじゃあログインしたらエギルの店に集合してくれ。みんな集まってくれてありがとう。シャムロックは南西にある峡谷のあたりに進むらしい。峡谷か。その先に何があるのかはわからないんだよね。峡谷の向こう側まで出られれば何かわかるはずよ。それじゃあ町で少し情報収集してから峡谷に行ってみようか。二人とも何話してるんだ。あ、キリト君。キリトさん、ちょうどよかった。今シリカちゃんから開かずの扉の話を聞いてたんだ。開かずの扉聞いたことないな。はい、それじゃあお話ししますね。実は先日氷山地帯で氷に閉ざされた扉が発見された。周りに強い敵がいるわけではないので扉まで行くこと自体は難しく、どうしてもその氷を溶かす方法がわからないみたいで。へえ、扉の先は前人未到のエリアか。キリト君ったら嬉しそうな顔しちゃって。 あれそんな顔してたか。新しい攻略には目がないですもんね、キリト。そうだ、せっかくだしこれからその扉を調べに行かない。ああ、いいですね。お二人がお暇ならぜひ。もちろんいいよ。それじゃあ早速行って。そうしよう。さて問題の扉の前まで来たわけ。確かに力ずくでどうにかできるものじゃないな。そうだね。何か仕掛けがあるって考えてまず間違いはないと。少し調べてみましょうか。あ、何か見つけたか。二人とも見て、
この扉、よく見たら表面に何か書いてあるみたい。あ、本当ですね。氷のせいで。それがこの扉を開けるヒントで、まずどれどれ。妖精族のカイナを広げ、思いし心囁けば扉。肝心なところがわからないね。これだけじゃ情報が足りないな。何か他に手がかりがあればいいんだ。いえ、私なんとなくわかって。これはた滝やって、思いの竹を囁けば扉が開くってことなんじゃないです。いや、シリカ、それはさすがにないんじゃないか。そうだよ、シリカちゃん。確かにそんな言葉のかけらはあるけど、そのままの意味じゃない気がするな。そうでしょうか。でも試す価値は、本当の気持ちをささやく、それができるプレイヤーがいなくて、そう考えることはできないでしょうか。まあ、試す価値がないでもない。それじゃあ試しにやってみるか。はい。とは言っても、どんなことを言えばいい。思いし心ですから、相手を思う気持ちがあれば、どんなささやきでもいいんじゃないでしょうか。あの、もしよければ私からキリトさんへの思いで。はないんです。もちろんキリトさんには。シリカ、やだな、何言ってるの。でも私もキリトさんにはいつもお世話になってて、感謝のお願いです。やらせてください。もうシリカちゃんたら。そんな風に言われたら断れないよ。シリカちゃんの気持ち、ちゃんと受け止めてあげないとダメだからね。ああ、それじゃあ。はい。キリトさん、いつも私たちのこと守ってくれて、私もこれからも一生懸命キリトさんのお役に。だからこれからもたくさん。ありがとう、シリカ。俺もシリカがいてくれて、これからもよろしくな。何も起き…そうみ…シリカ?ごめんなさい、いつまでもくっついたままで。やっぱり…私…そもそもの条件が…いえ、まだわかりません。そうだ、お互いを…ここは…キリトさんとアスナさんの…愛の力?そうです、それがわかれば善は急げですよ。どうぞ。シリカ、本当にこれで扉が…きっと開きますよ。お二人ほど素敵な…私、後ろを向いてますから。そうだね、わかった。シリカちゃんが頑張ってくれたのに、ここで諦めちゃダメだよ。キリト君、行くよ。仕方ない、わかった、やろう。キリト君、愛してます。これからもずっとキリト君の隣にいたいな。俺もだよ、アスナ。これからも絶対手を離さないから。キリト君。やっぱり何も起こらないね。そうだな。ほら、シリカ、やっ。ロマンティックなお二人のささやきでも扉が開く。シリカちゃん、顔真っ赤よ。 Was I'm saying? Oh my god. アスナさんも真っ赤です。俺も久々に精神力を削られた気持ちだよ。なんだか疲れたな。そうだね。わかりました。ねえねえ、キリト君、シリカちゃん。 MMO トゥモロー、 ALO の攻略記事か。どれどれ。あ、これ、この前の。そうなの、やっぱりあれ、全然違う条件があったみたいで。なるほど、あの扉のすぐそばに雪に埋もれた妖精のレリーフがあった。そうなんですか。クリアされてないクエストだったし、うまく隠されてたのかもしれないね。その妖精のレリーフの手に愛の歌ってアイテムをはめ込めば、
クリアだったらしい。ささやくのは自分たちの思いじゃなかったみたいだ。だな。なかなかの恥ずかしい体験。仕方ないよ、こんなこともあるよね。でもそうですね。さあ気を取り直して新しいクエストでも。はい。ストレアとレイン。ストレアちゃん、離して。さっき物陰に隠れてるのを見つけたから連れてきたんだ。レインはキリトに何か用があったんじゃないの？そうなのか。物陰からキリトのことをじっと見つめてたじゃない。そんな見つめてないよ。ただそのお買い物に付き合ってほしくって。買い物？別にいいけど。本当？ありがとうキリト君。お買い物なら私も行きたいな。ね、もちろんだよ。それで何を買いに行くんだ？そのお洋服が欲しいんだ。ほら、いつも同じ服だって。せっかくリアルでは着ないようなお洋服がたくさん実装されてるんだから、いろいろ試してみたいなって。まあ確かにリアルでこんなファンタジーな服を着ることはまずないな。そうだね。せっかくだから楽しまなきゃ。そういうことなら私いいお店知ってるよ。レインなら似合うお洋服が。本当？それじゃあそのストレアちゃんおすすめのお店。うん、わかった。俺って行く必要あるのか？ストレアが案内するならいらない気がしなく。必要あるよ。だってレインはキリトを誘ったんだ。そうだよ。キリト君には服のか。そういうもんか。ということでキリトも一緒に行こう。二人とも。ああ、わかった。ストレア、いきなり手を引っ張るなよ。これじゃついていくというより引っ張られてる。こっちだよ。ついてきたはいいけど、結局二人の買い物を待つだけに。アイテムストレージの整理も終わったし、手持ち無沙汰だな。キリト、お待たせ。なあ、待ちくたびれた。いいお買い物ができたよ。なんでチャイナ服なんだ？この前現実世界のことを調べてたら、カンフー技っていう格闘技が目に留まってね。いや、カンフーを身につけるのにチャイナ服を着る必要はないと思うんだけど。分かってないな。形から入るのが大切なのに。まあストレアはいいにしても、なんでレインまで着てるんだ？ストレアに流されたのか。私の見立て通りレインなら絶対に合うと思ったよ。そうかな。今までこういうお洋服は着たことなかったから、すごく恥ずか。深くスリットが入ってて足が丸見えだし。そこがいいんじゃない。キリトも似合うと思うよね。ああ、うん。やっぱり見ないで。え、食べたのに隠された。せっかく綺麗な足してるのに隠したらもったいないよ。そんなこと言っても、恥ずかしいものは恥ずかしいよ。でもスカートの裾とかって逆に押さえてる方が目がいくらしいよ。ストレアはリアルから余計な知識ばかり。じゃあ隠さない方がいいのかな。
ても足を出しておくのも恥ずか。俺に聞かないでくれ。あ、そうだよね、ごめん。それじゃ次のお店行くよ。まだ行くのか。その後買い物は終始ストレアのペースで。お仕事をお探しですか？お気をつけて。またいつでも来てください。よかったらご覧になってみませんか？またいつでも来てくださいね。いい仕事。またいつでも来てくださいね。Hey, ich glaub's nicht. Part 10 hat's auch endlich geschafft, dass er hochgeladen ist. Hey. Es fehlen noch Part 8 und Part 11. Ja, und versuchen wir doch Part 8 nochmal. Part 11 nochmal. Du kannst ja beim Online gucken, wie viele Quests du jetzt hast. Beim Multiplayer. Ich kann mal abspeichern.
Ja. Leider gibt's kein Autospeichern. Und das ist schade, dass kein Autospeichern gibt. Geh doch einfach, mach doch einfach ein Online und dann siehst du das doch. Hey, ja, das sind die Quests hier. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die könnten schon ein paar mehr sein. Und dann kommen wir ja noch ein paar dazu, durch die anderen Quests, die du jetzt nach der Hauptstory machen kannst, weißt du? So, momentan spiele ich auch Kirito mit dem Asna extra mit, weil ich später Asna spiele. Damit die auch levelt. これはトラップです。皆さん気をつけてください。モンスターが湧いてきたぞ。こいつらを倒さないと出られねえってことか。出てくる。早く攻略してしまいましょう。Der wäre am stärksten. Mana ist gekillt. Klar, mit zwei Schwertern.
またスイッチがある。これもトラップかもしれない。もしかしたら宝箱のある部屋の扉が開く。どうするか。うわ、今なんかスイッチみたいなの。ザマキリトグボン。今度は何ですか。ん、やめないかフェリキマ。あ、あれ見て。中身を調べてみようぜ。Als Bogenschütze zum Beispiel, ne? Ich kann mich im PvP da nicht hintrauen, weil die alle schön bam auf die Fresse hauen werden. Ja. Nan demo nai te kao ja nai yo. Sakki Trap ni kakatte kara zutto. Er will nochmal gegen mich spielen. Asuna. Kirito-kun. Kimi wa hitori ja nai da yo. Watashi wa kimi wo mamoru tte itta desho. Kore kara mo zutto.それにリズやクライン、キリト君の周りにはたくさん仲間がいるんだよ。だから大丈夫。そっか、ありがとう。さてみんな先に行っちゃったね。早く合流しないと見失っちゃう。そう、ほらキリト。それとみんなに追いつくまでこのまま手をつないでいてもいいかな。ああ、うん、早く攻略してしまいましょう。Hat wieder gewonnen. Ja, es sind die anderen, was ich damit nicht gewonnen habe. Ich kann natürlich klar, das sind ja auch nicht Level. Du hast ja eigentlich schon die Steps hier. Ich hole mir mal Kiri. Wieso, was steht denn gerade? Ich mein Selbstverständnis. Ich kann das ja nicht. Okay.これで決めてやる。やったかいしょ。すごいすごい。すごいすごい。すごいすごい。すごい。無理しちゃダメだよ。元気になったよ。
macht mir ja kaum Schaden. Und zündet seine Fähigkeiten und verliert trotzdem. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit Kirito mehr Probleme, den Typen zu besiegen, als mit meinen. Vielleicht Multiplayer-Quests? Das wäre mal endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss aber der Spieleleiter hier betätigen. モンスターを倒すにはブリューナクの奇跡というアイテムが必要だったが、入手方法がわからないな。そうか。明日の攻略までに手に入れておきたいところだな。シャムロックはまだブリューナクの奇跡の情報を集めているところみたい。 またいつでも来てくださいね。 Ja, der hat mich fertig gemacht. よし、シャムロックに勝ったぞ。いや、これだからVRMMOはやめられないんだよな。Kurz AFK, ich mache auch noch mal kurz eine Streampause.